鹿児島県道72号たるみ大崎線は、鹿児島県たるみず牛根を起点とし、鹿野屋敷北町百院を経由して、総群大崎町の型に至る県道である。主要地方道としては1982年12月17日に、鹿児島県国寺1863号により、認定された。単独区間のうち、 国道から離れた地点は1から1.5車線道路で、大隅半島内の主要地方道では、鹿児島県道74号内野浦佐田線とともに、未改良区間が多く残る路線となる。鹿野屋式北町を踏むたところどころは2車線道路に整備されている。垂水市鹿野屋式北町間は牛根峠を越える。牛根峠は百院から二川港を結ぶ道路として1900年に開通した。 市境付近から林道が分かれており 4km ほどで、紀北上わば公園へ向かうことができる。高湧山地の尾根沿いに、風力発電所の紀北ウィンドファームがある。鹿屋市紀北町百院にて、国道504号に合流。鹿屋市役所紀北総合支所前の交差点で再び、単独区間となる。重複区間内は、歩道が両側に確保されている。 鹿野ヤ北町大崎町間は、峠越えはないものの、キ北ダムの周辺を除いては1から1.5、車線道路である。沿線に集落が点在する。また、鹿野ヤ北町平方の大鳥川沿いには、源地ボータルの出没スポットがある。なお、交差点に、県道標識のない部分が数箇所あり、走行する際は道を間違えないよう注意が必要である。ありがとうございます。